こんにちは、こんばんは、ぺろんぺろんちです。本日はちょっと久しぶりに指の手術をした病院に帰ってきました。まあ1泊2日なんで、もう明日には帰るんですけど、まあちょっと指の中にね、ピンがあったんで、それをちょっと抜く手術をしに来たって感じですかね。まあ15分ぐらいで終わったんですけど、本当軽いもので、ほんま日帰りぐらいで行けるレベルの手術だったんですけど、なんか一泊していった方が手続きとかが簡単やから 一泊していったって感じですかね。まあでもこれで一応第一関節がまあ動かせるようにはなったんですけどね、その表面上では。そのピンっていうのが、その金属製のピンで第一関節と第二関節をつなげてたんですよ、固定するみたいな感じで。それを今日は抜いたんで、もう一応第一関節と第二関節は動かせるはずなんですけど、もう全然ちょっともう固まっちゃってて、もうこれ以上いかないっすね。普通に左腕はこんな感じで曲がるんですけど、やっぱ右はちょっと曲がらないですね。もうこればっかりはちょっとリハビリかなんかしていって、曲げるようにしていくって感じですかね。もう完璧にくっついちゃってるみたいですね。これ治んのかな？ちゃんと曲がるようになんのかな？もう分かんないですけどね。まあ指の腫れもちょっとマシになってきたんで、だいぶマシにはなってきてると思うんですけど、この薬指の欠損っていうんですかね、薬指が一番ちょっと怪我がひどくって、なんでこの薬指だけはもしかしたら、その足の小指から移植するかもしれないです。まあそれはしてもいいし、しなくてもいいって言われたんで、まあこれからそのリハビリとか私生活続けていく上で判断しようと思いますね。でも嫌やな、また足の指取るとまた足の指も痛なりますからね。違和感もできるやろし。でもやっぱりこういう手の先神経が集まってる部位の怪我って、やっぱり神経が落ち着くまで年単位で見た方がいいらしいですね。だから1年2年はこのしびれとか痛みと 戦っていかないといけないみたいです。ほんまにブルーですね。はあ、まあ今日はまた病院来ましたよってだけで 終わっておきます。それではバイ。